まあ、もう亡くなられて今この世にないんだけど、この人のやってきたことはまだね、こう呼吸してる感じなんですよ。あ、毒毒って、うん、なんで描きたいの？いや、鏡みたいな感じで描きたいなって思う。影の赤ちゃん。あー。ちっちゃく。これは僕が初めてこの美術館に来た2007年の淡路さんの展覧会から今日の今までの長い7年間を想像したときに、僕にとって7年間がとても長い一日なのに感じましたっていう絵を描きました。はい、以上です。